はい、皆さんこんにちは。今日は富川学院愛媛と富川学院札幌の情報が更新されたのでチェックしていきます。まずはタカラトミーさんのホームページからだね。で、富川学院愛媛の方はようこそ新しい富川タウンへっていうタイトルだね。で、開催日の方が2019年の1月2日からになります。で、更新された内容で見ていくと、入場記念トミカは TDM つなぐになるんだね。で、下の方を見ていくと、で、気になるショッピングゾーンだね。イベントモデルの方がこんな感じで発売されていきます。で、下の方を見ていくと、これだね、トミカイベントモデルナンバー27番のラフェラーリも発売されます。で、もう少し下の方を見ていくと、トミカ博開催記念モデルのアンパンマンモデルっていうのも同時に発売されるね。で、もう少し下見ると、そうだね、こんな感じかな。で、名古屋会場の方で販売されたスープラレーシングコンセプトの方は販売がどうやらないみたいだね。ちょっと残念だね。で、戻ってアトラクションゾーンを見ます。アトラクションゾーンのトミカ組み立て工場は日産スカイライン GTR R32 とイスズボンネットバスと三菱ランサーエボリューション4だね。この辺の GTR とかランエボっていうのは人気車種なのでちょっと混み合うのかな。で、トミカ絵合わせゲーム、トミカ出動ゲーム、トミカ阿弥陀ゲーム、トミカ釣りだね。で、乗れるトミカとプレイランドが開催されます。で、トミカ博院札幌の方もチェックしていきます。タイトルの方がさあ始まる夢のトミカワールドっていうタイトルだね。で、開催日の方が2019年の1月11日からになります。で、下の方を見ていくと、入場記念トミカの方は TDM ウォータードライブとイスズボンネットバスだね。これはどちらか選べるってことだよね。で、下の方を見ていって、アトラクションゾーンの方はトミカミニミニドライバー工房があって、トミカ組み立て工場だね。で、この部分見ていくと、車種の方は日産シルビアとランボルギーニレベントンとマツダ CX-5 だね。で、この辺のランボルギーニレベントンっていうのは結構人気車種になるのでちょっと混み合うのかな。で、トミカジグザグ道路ゲーム、トミカエンジンスタート、トミカルーレット、トミカスライダー、トミカ釣り、プレイランドだね。で、ショッピングゾーンの方も更新されてたので見ていきます。で、この辺りの車種はイベントモデルの方はどこも共通になってるね。で、この会場でもトミカイベントモデルのラフェラーリは販売されるようです。で、名古屋会場の方ではこのイベントモデルのラフェラーリは完売してたね。札幌と愛媛の会場では手に入れるチャンスかと思います。で、下の方を見ていって、開催記念モデルのアンパンマンモデルっていうのも同時販売だね。で、以上になって、やっぱりここでもスープラレーシングコンセプトは販売がないみたいだね。ちょっとトミカファンにとったら残念なのかな。イベントモデルのところでは名古屋会場ではこれにプラスしてコラボトミカの広島東洋カープっていうのと横浜ベイスターズのフェアレディ Z っていうのも販売してたね。この辺りひょっとしたらこういうところでも販売されるかもしれないです。ちょっと会場行かれた方はチェックしてみた方がいいかと思います。で、名古屋会場の方には12月14日の平日に行ったんだけど、やっぱり混み合ってたね。やっぱりすごいトミカの人気なのかなと思いました。で、ショッピングゾーンの方ではここだね。で、売り切れのご案内ということでホームページに掲載されてるね。 GR スープラレーシングコンセプトとトミカイベントモデルのラフェラーリは好評につき完売いたしましたって書いてあります。で、コラボトミカの広島東洋カープの RX7 はスープラと同様に3日目で完売だったかな。で、こういう人気モデルのラフェラーリとかはやっぱり開催期間の前半に行かないと手に入りにくいのかな。
後半だと今回みたいに完売している可能性もあるかと思います。はい、今日はトミカ博に愛媛とトミカ博に札幌の情報をチェックしてみました。で、毎年トミカ博行ってて思うことは、やっぱりトミカの人気がすごすぎて人はたくさんいるね。で、アトラクションの方もやっぱり待ち時間の方も結構あるかと思います。長い場合だと60分とかっていうのもあったよね。で、やっぱり子供と一緒に行って30分40分並ぶってちょっと大変なのかな。で、アトラクションゾーンでしっかり遊びたい方は閉館時間の近い時間帯を狙った方がいいかと思います。で、ショッピングゾーンでしっかりお買い物をしたい方はやっぱり午前中の時間を狙っていくのがいいのかな。でも結構レジ待ちで30分ぐらい並ぶっていうのもザラにあるので注意してください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。